新たに千葉ジェッツに仲間入りした渡辺裕太選手からご挨拶させていただきます。改めまして千葉ジェッツの渡辺裕太です。今日は本当にこれだけたくさんの方に集まっていただいて、こういう場を設けていただいて本当に感謝します。で、まあ、この場をもって改めて、僕に、オファーをくださった、チームの方々に本当にまた改めて感謝の気持ちを、こう申したいなと思っています。本当にありがとうございました。で、まあ、やはり皆さんの中でこう千葉ジェッツになんで、千葉ジェッツなのかっていうところが多分一番気になっているところかなっていうふうに思うんですけども、まあ、やっぱり僕はこうアメリカから日本に帰るっていうのを決めた時に、まあ、帰国した時の記者会見でも、まあ、少し話させてもらったんですけども、まあ、チーム選びは一番僕に対して熱量を持ってくれるチームっていうところを優先したいっていうところを話したと思います。で、本当に今回、もういろんなチームと、話させていただいている中で、まあ、本当に、どのチームも本当魅力的なオファーをくださいましたし、熱量っていうところは本当どのチームからも、感じて本当すごいありがたいなっていうふうに感じてたんですけども、やっぱりどこよりも、千葉ジェッツが僕に対しての、熱量をくださったかなっていうふうに感じてます。で、やっぱそのうちの一つが、まあ、先ほど池内さんからも話がありましたけども、まあ、僕が日本に帰ってくる一つの理由というか、まあ、一番大きな理由としてやはりメンタル的な、問題がアメリカで あって、で、まあ、NBA 終盤はちょっとプレーができない状況にもなってしまって、大好きなバスケットができないっていう、まあ、ちょっと苦しい時間を過ごしたことがあったんですけども、で、まあ、そういった中でやっぱこういうメンタルの問題って、まあ、自分も当事者になってみて初めてこの辛さだったりとかしんどさっていうのをこう感じることができたんですけども、まあ、そこってやっぱこうなかなかセンシティブな問題なんでこう話しにくいというか、あんまりこう話題にしたくないっていうのが多分普通だと思うんですけども、ただこの千葉ジェッツに関してはもうとにかくそこを全力でサポートしたいと、僕がバスケットを十分楽しめる環境っていうのをそういうところからまず作っていってあげたい、まあ、そこを本当にとにかく強調して言ってくださったのがこの千葉ジェッツだけだったっていうところが、まあ、何より僕の中で一番大きな理由になったんで、もちろんこのタイミングでああいう大きなアリーナ、ハララアリーナっていうところを使えてたくさんのお客さんの前でプレーできるっていうところももちろん一つですし、あと、まあ、個人的に仲のいい、富樫勇樹選手、まあ、彼とは昔からいつか同じチームでやりたいねっていうところは話してはいたんで、もちろん彼がいるっていうのも理由にはなってくるんですけども、ただ、まあ、今回僕はジェッツといろいろ話をさせてもらってる中で、本当にそういう、まあ、アリーナだったりとか、まあ、勇樹との昔からの約束だったりとか、そういうことはもう本当にこうそれが仮になくても、まあ、僕は本当にこうジェッツを選んでいただろうなっていうぐらい、それぐらいやっぱりジェッツからの熱量っていうのをいただきました。なので本当にこのチームで、このユニフォームを着てプレーできることを本当にすごく光栄に思ってますし、一緒に優勝を目指して頑張っていけたらなっていうふうに思ってるんで、今後とも応援よろしくお願いします。はい、まあ、オリンピックが、まあ、怪我、まあ、故障がありながらのプレーだったっていうところで、まあ、ちょっとオリンピック後、まあ、しばらく休みの期間をもらっていたんですが、この2日間ぐらい一緒に練習をさせてもらってまして、で、まあ、自分の怪我に関してはもう問題なくやれてるんで、まあ、怪我はもう心配はないかなっていうところと、まあ、ただコンディショニングに関しては、まあ、オリンピック終わってやっぱ少し休んでた分また少し落ちてしまってる部分があるんで、まあ、プレーシーズンにはやっぱプレーしたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこに向けて今調整中っていうところです。で、チームの雰囲気に関しては本当にもうすごいいい雰囲気でこう練習ができていると思いますし、まあ、高い競争心を持ってやっぱ高い目標があるんで、まあ、そこをみんな持って練習できていると思うんで、本当にこういい環境で練習ができているなというふうに感じています。やっぱり自分がその日本で生活を長いことするっていうのが久しぶりなんで、もちろん夏は毎年帰ってきてましたけども、まあ、最大1ヶ月ぐらいでもうすぐアメリカに戻ってっていう生活をしてたんで、こうなんかやっとこう落ち着いて日本でこう生活ができるっていうのもすごい楽しみにしてますし、で、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけども、まあ、僕にとっては本当にこれからのシーズン全てが初めての
経験になるんで、まあ、分からないこともたくさんあると思いますし、ただそういうやっぱりこう新しい経験だったりチャレンジっていうのは本当に大好きなんで、こう全ての面で B リーグっていうのをこう楽しんでいけたらなっていうふうに思っています。あれに関してはもう彼はふざけてこうなんていうんですかね、まあ、僕はあんまりなんていうんですか、ネット上というかでまあ、いろいろ言われるだろうなっていうのがあったんで、まあ、そこはちょっと穏便に、ちゃんと自分がチームを決めるまでだっていうところはあったんですけど、それを多分僕がそういうのを思ってるのを分かってて、彼は僕をおちょくるっていう形でああいうことやってたのかなっていうふうに思うんですけども、ただ本当にただああいう文章だったりとかもう僕と一緒にやりたいっていうふうに公言してくれるのは本当素直にすごい嬉しいですし、まあ、改めて今回同じチームで同じユニフォームを着てプレーさせてもらえることになったんで、また今まで以上にこうより良い関係を築いていけたらなっていうふうに思ってます。はい、まあ、僕がB リーグで試合に行ったことあるのは、まあ、基本的に今までジェッツの試合、まあ、勇気と仲がいいっていうのもあったんで、まあ、彼の試合を見にジェッツの試合に、船橋アリーナに確か2回ほどで、1回アウェイで渋谷で試合があった時に1回見にさせてもらった、その、まあ、3回しかまだ経験がないんで、他のチームがどういうふうにやってるのかっていうのが分からないところではあるんですけども、ただやっぱ会場の盛り上がりだったりだとかそういう演出も含めて、あ、本当にこう素晴らしいチームだなっていうふうにずっと思ってましたし、またそのバスケットっていう部分に関しても本当すごいレベルの高い、見ていて楽しいバスケットをずっとやってるなっていうふうに思ってたんで、なんで、まあ、改めて自分がそのチームに入ってまた今度はララアリーナっていう船橋アリーナでやってた時よりもさらに大きいアリーナでできるっていうところを本当すごい楽しみにしてるんで、本当にジェッツファンの皆さんと共に会場を一緒に盛り上げていけたらなっていうふうに思っています。まあ、まず、まあ、今回僕が NBA からこう B リーグに帰ってくるっていうのを、まあ、本当にこれだけの記者の方だったりとか、まあ、いろんなところで取り上げてもらっている理由の一つとして、やっぱ B リーグがそもそも僕がいない間でもずっと盛り上がってたっていうところが一つ大きな理由だと思うんで、なんでまずそういう、今までこう B リーグをこう作り上げてくださっている方々や、まあ、もちろんそこでずっとプレーをして、B リーグというものを素晴らしいリーグにしてくれた、まあ、選手の方々にやっぱ感謝をしたいなっていうふうに思っているのと、でやっぱりそういうリーグとして NBA に次ぐリーグを作りたいっていう、本当にこう素晴らしい目標だと思いますし、やっぱりやるからには高い目標を持ってやっていくっていうのは僕のその選手としてのポリシーでもありますし、またそういう部分も含めて、B リーグと一つになって盛り上げていけたらなっていうふうに思ってるんで、でやっぱりまあ、NBA と B リーグで、まあ、そもそもリーグとしても全然違いますし、まあ、そのアプローチの仕方とかも全然違う部分はあるだろうなっていうふうに思っている中で、やっぱ僕は、まあ、選手なんでやっぱプレーで、リーグをちゃんとこう盛り上げていけるようなことをしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってるんで、ちゃんと NBA で自分が経験してきたことだったり、まあ、日本代表として世界で戦ってきたことを、そういう経験をしっかりチームメイトだったりとか、まあ、リーグ全体にこう還元できるようにしっかりとそういった高いレベルのプレーっていうのをこうコート上で発揮していけたらなっていうふうに思っています。やっぱりこう NBA 選手、まあ、元 NBA 選手としてのこうプレーっていうのをこう皆さんやっぱ期待してくれる部分があるんじゃないかなっていうふうに思うんで、もちろんそういう皆さんの期待に応えれるようなプレーっていうのをこうコート上で発揮できたらなっていうふうに思っているのと、まあ、ただこれは僕はいつも同じ考え方をしているようにしているんですけども、まあ、目の前のことを全力でやれば、まあ、結果はおのずとこう勝手についてくるもんなんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、なんでまあ現状僕が日本に帰ってきてプレーすることでどういうふうに日本のバスケットに影響を与えようだとか与えたいみたいなことはまだそこまで考えてないんですけども、僕がしっかりとしたパフォーマンスをコート上で見せることが結果としてそういう形につながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあ、僕はもう本当にこのジェッツの一員としてこのジェッツを優勝に導くためにチームメイトやコーチ陣と一緒にまたスタッフの方たちと一緒にやっていけたらなというふうに思ってるんで、それがやっぱ結果として最終的には日本バスケの発展につながっていけばなというふうに思っています。